まあ、短期でどう走るかなというところで。そうですね、もうちょっとやっぱうまく位置取れるかなと思ったんですけど、まあ、僕も先切ろうかとかいろいろ悩んで、まあ、あの位置になっちゃったんですけど。ただまあもう一発どっか踏めるところ、うん、そうですね、もう足自体は使ってないんで、まあその分最後伸びたのかなと思いますし、まあ、実際そのもう G1 の決勝っていうのは、そうですね、まだ実感出てないです、まだなんかここまで成績あんま最近良くなかったんで、なんか今回、まあ、今日の準決勝もそうですけど、なんか淡々淡々って決勝濡れて、なんか自分でもまだ整理つかない感じなんで、はい、本当に去年ぐらいから上位でこうやり出して、そうです、ね、今年なんかは G1 の決勝もういつか乗るだろうじゃないで、まあ、明確にやってたかなと思うんですよね。もちろんそこはやっぱり最終的なっていうか目標でもありましたし、まあ、乗っただけで満足しないように明日またその中で戦えるようなやっぱ選手にならないとダメだと思うんで、はい、完全明日の優勝で もちろん狙うつもりでいきますけど、まあ、その中でいい経験したいなっていうのも思いもありますし、ちょっと川崎の初日勝った時に驚かないです。そうですね。明日優勝しても一応驚かないで。驚かないでいいものですか。じゃあ本当に計算。はい、頑張ります。